どうも、ピアニストの長島達也です。昨日実は、パシフィックフィルハーモニア東京の、新しい音楽監督に就任された、飯盛典親先生の就任記念コンサート、サントリーホールで行われたんですけれども、招待していただいたので行ってきました。ニューニューさんがソリストを務めたり、尺八とエレキギターと、それから、バイオリンと、それからピアノ、ニューニューさんのピアノのソロで、今度ライティングの、なんていうのかな、効果まで使ったような、すごく斬新な 曲の演奏など、いろいろあって、とっても楽しい演奏でした。まず、前半が、ニューニューさんのソロで、チャイコフスキーのコンチェルトだけっていう、これだけなの？って思ったんですけれども、その理由が後で分かって、上手な組まれ方だなって思いました。ニューニューさんの演奏なんですけど、素晴らしかったです。ニューニューさん実は僕の後輩にあたるジュリアードの、やはり卒業生なんですけれども、ニューニューさんの演奏を生で聞くの僕今回が実は初めてでした。っていうか、僕子供の頃のニューニューさんを動画で聞いて、それ以来聞いたことなかったので、すごくいろいろな意味で、その成長ぶりを見れて素晴らしいなと思いました。ニューニューさんアメリカで活動してる時にね、アメリカの批評家ってものすごく、きついんですよね。日本の批評を書く方々って本当に優しいと思います。アメリカはもう殺しにかかりますって言ったら失礼だけど、でも本当そんな感じです。音楽がなってないとか、ピアノ弾くべきじゃないとか、そこまで書く人もいます。で、ニューニューさん小さい時、小さい人でテクニックがものすごく卓越されてる子って、人に叩けれる要素になっちゃうってことがあるんですよね。それで当然、ニューニューさんの才能も、見抜いて褒める人もいれば、なんていうのかな、アクロバットみたいだって、もうひどい叩かれ方をしてるのを僕は、もう何十年か前に読んだことがあります。もうニューニューさん活動がものすごく小さい時だったんで、十何年前かな、読んだ時に、それをひどいなと思って、それに負けないでほしいなっていつも思ってました。素晴らしいです。それにも負けずに、音楽家としても、ピアニストとしても、ものすごく成長したニューニューさんの演奏を本当に、嬉しく思いました。昔ながらのテクニックのその華麗さはもちろんながら、有名なオクターブのカデンツァとかも、アルゲリッチ並みのテンポ、それもとても分厚い大きな音でガーっていくところとか、見せ場もあれば、音楽的な細かい表現から、とってもドラマチックで、スパイシーな、いい意味でスパイシーな演奏だなと思いました。訴える力、それからステージプレゼンス、そのステージの上でいかにアピールができるかっていうのを、とっても、得意としているピアニストだなって思いました。僕がね、一つニューニューさんの演奏で、こういう面もあるんだなって素晴らしいなって思ったのが、彼はすごく、さっきも言ったようにスパイシーな、ガツンとくるようなソリストなのに、オケのパートをしっかり分かっているなって思いました。オケのパートと自分の役割をとても理解している。彼、そこまでアピール力の強い、しかももう、何ですか、ものすごく小さい時から大ステージで演奏を重ねてきた人ですよね。それなのに、オケの一員として演奏するところをたくさん、見れました。オケの一員なんで自分を目立たせない。自分がもうものすごく弾いて、本当にオケのすることに合わせてっていうところを見れて、正直びっくりしました。で、素晴らしいなと思いました。そういうところがあるからこそ、自分が見せつけるところで、それの倍以上の効果が出てくるっていうのもあるんじゃないかなって思いました。もう一つ、僕がとっても感動したのが、飯盛先生のニューニューに対するサポートです。僕も指揮をするんで、コンチェルトを指揮するときの難しさっていうのはわかるんですよね。例えば、自分がしたいテンポと違うテンポで、ソリストが、演奏したいときに、どうやってそれを自分なりにまとめていけるのか。
またはソリストがテンポをその場でどん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 変えていくと、リズム的に難しくなる。そういうところでいかに対処するかがもう、ドンピシャでしたね。ものすごい、指揮としてのテクニック。そして、音楽家としての、その、まとめ方。僕は、飯森先生の、その演奏にとっても感動しました。その演奏会の選曲も、さすがだなと思いましたね。見た目からして、すごくなんか、若いメンバーの多い、オーケストラだと、プロフェッショナルのオーケストラだと思いました。で、そういう若さとか、若さって、いいことたくさんあるんで、その情熱とかそのパワーとかを見せつける、ショスタコビッチの一番の交響曲、選曲素晴らしいなと思いましたね。で、チャイコフスキーでは見せられない、そのオケのパワーとか、で、飯森先生のこれからの、指導とかによって、いかにこの、すごくポテンシャルの高いオケがどん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 変わっていくのかなっていうのがすごく楽しみです。ニューニューもそういった意味で、これからます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 、彼まだ多分20代中間ぐらいかなんかですよね。だからこれからますます、芸術家として成長していくのを見ていくのが本当に楽しみな期待の持てるピアニストだと思いました。で、ニューニューさん特に日本で大活躍していて、まあその関係で EMI と契約を結んで、今回ベートーベンの交響曲の録音をしてますね。リストがベートーベンの交響曲をピアノに編曲したのがあるんですけれども、とっても難しい曲で、それを、CD として発売しています。で、それをアンコールで持ってきたんです。ベートーベンの5番の1楽章から弾いたんですけれども、なるほど、だからチャイコフスキーのコンチェルト1曲だけにしたんだなって、その、僕の勝手な、考えすぎかもしれないけど、ニューニューさんのその、アンコールを入れることによって、ニューニューさんの CD の宣伝にもなるし、あと、その、コンサートの、その、プログラミングとしても素晴らしい組まれ方なので、そうしたのかなと思いました。コンチェルトのアンコールとしては、結構大きな長い曲だったので、それも踏まえて、一曲だけにしたのかもしれないと思いました。で、その、アンコールのベートーベンの運命の一楽章の感想なんですけれども、すごくリズム感に優れた、当然テクニック的にも全然問題がないから、それから迫力のある情熱的な演奏でした。とっても素晴らしい演奏、効果的な演奏でした。で、こういうね、編曲の時に困っちゃうんですけど、例えばバッハ・ラフマニノフとか、バッハ・ブゾーニとか、リスト・ベートーベンとかね、ベートーベンリストとか、大作曲家が書いたみんなの知ってる曲を、別の大作曲家、別の時代の別のスタイルの大作曲家が編曲したときに、どっちを尊重するのかって出てくると思うんですよ。テンポをそこまで崩してはいけないと一般的に言われる、大まかに言ってですよ。ベートーベンに対してのリストのように自由気ままな演奏をしなければいけない作曲家による編曲、どっちを出したらいいんだろう。ニューニューは明らかにリストを尊重していました。ベートーベンっぽさも出しているんだけど、どちらかというともうリスト。特にクライマックスとかではもう明らかにリストを尊重した弾き方をしてました。それがどうだっていうのは、言う方が間違ってると思いました。あ、そういう解釈をしたんだ。で、聞くべきだと思うんです。そういった意味で、とても素晴らしいリストだったと思います。スケールの大きいリストになると、ベートーベンの時よりもピアノもオーケストラも大きくなる。だからそれにちなったフォルテの出し方、それにロマン派にちなった、クライマックスに向けてのルバートなど、アゴーギグなど、素晴らしい、とっても効果的な演奏だったと思います。で、最後に弾いたのが、1977年に生まれたアメリカ人の作曲家のメイソン・ベイツさんっていう作曲家のマザーシップっていう曲、日本初演だったんですけれども、これすごく斬新な、曲で、
向かって、観客席からステージ向いて、ステージの裏に観客席ありますよね、サントリーホール。そこが全部黒幕みたいな感じで、シートが被されてて、台が、3つ、こうやって立っていて、その上にエレキギターのソリストが立っていて、で、向かって左ですよね。で、真ん中にバイオリンのソリスト。で、右に尺八のソリスト。で、スポットライトが当たっていて、で、オーケストラが普通のステージにいて、向かって左にピアノがあったところに、ニューニューさんが、いました。で、この曲、ちょっと映画音楽っぽい効果があったり、ライティングのその効果で、まるで本当に僕たちが、UFO とかスペースシップの中にいるような、マザーシップを思わせるような効果があったり、すごく斬新で多様性を、このオーケストラの今後の多様性を見せつけられるような素晴らしいプログラミングで楽しかったと思います。ショスタコビッチでは、このオケのポテンシャル、このオケの持ってる良さを引き出すような飯盛先生の素晴らしい音楽作り、そしてニューニューの素晴らしい演奏がチャイコフスキーで聞けて、それだけじゃなくて飯盛先生のテクニック、指揮者としてのテクニックの素晴らしさが見れた素晴らしい演奏、そしてマザーシップでは多様性が見れる、今後が楽しみになるような、このオケの今後が楽しみになるような素晴らしい、音楽監督就任記念コンサートにふさわしい演奏だったと思います。皆様もパシフィックシンフォニア東京を聞く機会があったらぜひ聞いてみてください。今日はこんな感じです。もしこの動画気に入っていただけたらいいねサインお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。さよなら。